フォールアウト76、スティールレイン、遊んできます。さて、ミートウィークが始まりましたね。1年ぶりでしょうか?このね、フレンドリーなスーパーミュータントのグラムに関するイベントがね、絶え間なく発生する?そんな内容となっていますが、まあ、今回は何と言ってもね、新武器のペッパーシェイカー。もうそれがね、目当ての方も多いんじゃないでしょうか?で、私は以前ね、パブリックテストサーバーの動画で撮影しましたが、もうね、とても面白い性能のため、これだけは絶対に入手したいですね。で、ペッパーシェイカーは素の状態で入手できる他にも、設計図として入手することができるので、もう設計図が出るまで粘っていきましょう。まあ今はレジェンダリークラフトがあるため、素のペッパーシェイカーをね、入手できたら、それにレジェンダリー能力をつけても良いんですけど、設計図をもう覚えてしまえば、レジェンダリーガチャのマームルとか、あと普通のイベントクリアとかでね、レジェンダリーのペッパーシェイカー、それを入手できるようになるんじゃないかな?まあこれはちょっと確かじゃないんですが。で、ペッパーシェイカーの他には、昨年の目玉武器、テンダライザー、こちらの設計図はね、入手できてないので、まあ合わせてね、狙っていけたらと思います。デカめの金槌みたいなね、独特のグラフィックスの近接武器ですね。で、イベントの内容としては、2つのイベントがね、発生しますね。現在ちょうど始まってますね。これは15分おきに発生するプライマルカッツ。それと、1時間ごとに発生する、グラムのミートクックかな?これはボルト76周辺でね、発生しますね。これですかね。で、プライマルカッツは敵が大量に湧いて、で、経験値も稼げるし、そしてレジェンダリーの敵も出てくる。さらに再建も手に入ると、近海用のね。で、クリア時になんかね、特殊な肉が手に入るので、プライマルミートでしたっけ?そちらを先ほどの1時間ごとのイベント、グラムズミートクックに収めることで、さらにレジェンダリー少女が手に入りますと。もうね、あらゆるものが大量に入手できる。もうお得すぎる内容にもなってますが、グラムのミートクックの完了後は、レジェンダリーコアと再建が確定でもらえるようですね。あとは何らかの設計図やアイテムがランダムで手に入ると。で、ここでペッパーシェイカーがね、手に入る可能性があります。なので設計図狙いならば、まあ今はね、家で仕事している人も多いかと思いますけど、まあ1時間ごとにさっとログインするっていうのはあるでしょうね。あとプライマルカットは、現在1つかな?発生してるのは。同時に3箇所ぐらいね、発生するので、まあ、初めは簡単な地域をさっとクリアして、その後はこちら、難しい場所に飛ぶとか、まあ、一度にね、2回以上イベントをこなすこともできますね。で、注意点としては、イベント中はね、強制デンジャーになるため、ステルス構成ですとちょっと厳しいですね。ヘビーガンとか、近接で殴るとか、今ならミニガン柱か。まあ、そこら辺がおすすめですかね。じゃあ早速始めていきましょうか。今週はアトミックショップをね、更新されて、まだ素晴らしいね、新アイテムが登場したようですが、こちらは後日別の動画で撮影していきたいと思います。じゃあチャレンジもこなしていきましょうか。チャレンジはちょっと多いかな?うん。ミートウィーク用のチャレンジは用意されてますね。ウィークリーはどうだ?あ、ウィークリーもあるんだ。ミートウィーク用。これは1週間続くんですかね。じゃあ構成はヘビーガンでいいかな?定番のタイヤアーマーのバガーズガトリングガンとかね。そこら辺使っていきますか。このイベント中はどうなんだろうな。イベントチームとカジュアルチームね、どっちの方が良いのか。多分イベントを大量にこなすんであれば、こっちの方が経験値いっぱい入りそうな感じしますけどね。イベントを完了すると、経験値 100% アップですからね。あ、でもどうなのかな。イベントで入る最大の経験値が6000でしたっけ、今。あとは今のところ、ペッパーシェイカーをね、入手できても、敵の体力の巻き戻り?それがちょっと頻繁に起こってしまうらしいですね。まあ、確かに最近、ちょっと巻き戻りがね、ペッパーシェイカー使うとも、結構目に見えてわかりますからね。近接のダメージが入れない不具合、それが治ったかと思いきやね、今度は普通の銃器で巻き戻りが起こるようになってしまったみたいな、どしても行かず状態になってますけどね。プライマルカッツ始まりましたね。参戦しましょう、じゃあ早速。始まったが、沼地に、あれ?沼地のみ?ん?これは、あ、ここでもやってんだ。森の地域。そっちから行ってみましょうか。森の地域は、ウルフとかね、大量に出てくる。で、最後にボスっぽいものが出てきますが、それがランダムなんですよね。レジェンダリーになるかどうか。これが早々に終わったら、別の場所にさっと移ってね、成功するかどうか。あとはプライベートワールド。フォールアウトファーストの人はね、グラムのイベント完了後にすぐに、プライベートワールドに入れば、2回受けられるとかそういうことあんのかな?ファスナーハトあたりはね、そんな感じでしたよね。ここのボスは、向こうから出るんじゃないかな?確かね。じゃあぞ。レジェンダリーのプライムデスクローですね。
あ、死んでおっちまった。これは早々に終わりましたか。これを収集したら、あとまだいた。やばいか。次に早々に向かってみましょう。二つ目いけそうですね。イベントに参加。こんな感じですね。これを乗り継いでいけば、めちゃめちゃ溜まる。今の報酬はプライムミートを三つ。最近二つか。最近二つ手に入るんですね。金塊20分。先ほどのは、星1の武器ですね。入手できたのは。さらに、セキュリティバトン、星1。これ拾えば、ジャンクもね、かなりの量になりますよね。こいつらの1体の経験値はどれくらいだ ?450。マイアルクキングかな、今のは。ガルパーとか。500とか入りますね。ガルパー。あ、マイアルクイーンだ。あれはレジェンダリーじゃありませんでしたね。残念なことに。さあ、これ完了。経験値2200か。いや、今のはマイルクイーンの経験値かな。アイテム報酬、プライムミート5。場所によってやっぱり、プライムミートの量度が違うようですね。最近は2で固定かな。始まりましたね。グラムズミートクック。こちら参加しましょう。ここはもう始まったら即ね。演奏を始める。あ、もうすでに演奏してますね。3人の人。いや、2人か。で、あらかじめ演奏しておけば、ゲージがどんどん溜まりますんで。しかしちょっと読み込みが間に合ってないな。あ、始まった。バーベキューが始まるまで待つ。残り1分。で、始まったら、肉をね、あそこら辺に収めればいいのかな。イベントが始まってですが、右上のゲージが、あれが最大になれば、レアアイテムがね、たくさん手に入るのかな。で、左にチンチンってなってますけどね。それがゲージが上がってる証拠ですね。よし。プライムミート5を加える。5を加えると、少々5か。ああ、そういうことか。肉が足りない。5ずつしか与えられませんね。で、こういったね、なんかバラモンの糞を片付けるとか、それを行ってもね、ゲージが上がっていきますね。結構いろんなことができますね、ここは。チャーリーの餌を追加。あと、ここでも、肉を焼いて、で、ゲージを増やすことができる。これか。じゃあ、回しとこうかな。壊し屋のロボットアーマー、右腕。まあ、これはいいんだ。問題は設計図だ。よし、来い。スコアがどんどん上がっていきますが。アイテム報酬。手に入ってないっぽい。最近やら何やら、手に入ってるけど、設計図なしか。ムームのチャーリーの衣装をもらったかな。まあ、これは比較的出やすいんじゃないかな。以前もかなり入手しましたからね。じゃあ次を待ちましょう。1時間後。今のうちに他のイベントをね、こなしておきますか。早くも始まってますね。プライマルカット。最終ウェーブ。あれ違うよな。ヒカラビドグール。あれ終わった次に行くか。次やってるかな。あ、やってますね。一度に二度おいしい。最高じゃないか。あと、レジェンダリー少将が。大丈夫かな?そろそろいっぱいじゃないだろうか。あ、4700。ちょっと消費しとかないとね。で、ここは、スコルビアンが出てくるから。かなり難しいですね。あまり構成ができていないと。私のステルス構成の時は、苦労しましたね、こいつらには。あれだ。レジェンダリーのベヒモスか。よし、あいつを倒して。レジェンダリーを手に入れよう。来たぞー!みんな撃てー!うわー!タイヤマの爆発ガトリンガン!ん?なんだ?焦げてる。ミニガンの場所で焦げていたみたいですね、今。なぜか私がヘイトを買ってるか?よし、倒した。そう、宝がっぽり手に入れて。これはパークカード、スクラッパーとかつけた方がいいかな。プライムミート5。名前がいいね。貴族のビリヤード級。再び始まりましたね。すぐそばで始まったけど。まずは簡単な場所。一番上か真ん中にするか。次は真ん中にしてみようか。レジェンダリーいますね。はい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 。なんだあいつは。どういうのあいつ。すごい速度だが。こっちに来ないな、あいつ。どうしたんだ。よし。
行き倒せ、やったぞー。 T45 の何かな、後で確認するか。いや、星3つだ。眼鏡。しかし弾薬重量減少。なんか悪くはないね。お、さらに何か手に入りましたね。レーダーパワー胴体。これも弾薬重量減少ですね。どれだ？あれか、ハーミットクラブね。レジェンダリー出ましたね。よし。ハーミットクラブ完了。さらにレジェンダリー。アイテム報酬、プライムミート。ここは4つか。プライムデスクロー、レジェンダリーですね。よし。みんなで弾ぶちかむぞ。うわ、あっと一瞬で落ちまった。そこいつのお宝はリボルバー？あ、邪魔だ。こいつを抜っ殺して。このプライマルカットで手に入る肉？プライムミートかな。何気に重量がね、あるんで。重量減少はあった方がいいかもしれませんね。現在29溜まってますが、積み重ね3になってますね。1時間で30個ぐらい手に入るのかな？たくさん参加するとね。ベヒモスか。今回レジェンダリーじゃありませんね、また。さあ、こちらも完了。一瞬でやって楽だね。ん？あ、石灰の山まだやってる。3ついけるな、これ。一度に3ついけるのは、結構ラッキーじゃないか？危険なプライムピスト、接近中。どうした？なんだこりゃ。シブサッチ。レジェンダリー。うおー、みんなすごい群がっていく。しかし、弾当てた。やったー。着いた瞬間イベント完了。どれだ、あれ、弾当たらなかったかな。これは当たらなかったっぽいな。残念。しかし肉に最近は手に入れましたね。今はすぐ始まるんじゃないか。次はそう、イベント始まりましたね。肉を追加しよう。38個35個か。肉を食べまくって少々もりもり手に入れる。あれ？肉が多すぎる。これ以上追加できない。肉の汗が引くまで待とう。肉の汗。しかし、もっと肉を加えたいんだ、私は。ああ、ダメだ。肉の汗が。なんてことだ。うわ、肉の汗め。今晩じゃ終わってしまう。そう、イベント完了ですね。これで、設計図は手に入るかな？よし、来い！ああ、違う！ムームーチャリーのバックパック設計図。これはいらなかった。なんてことだ。もう肉は変わらないか。また1時間後ですね。仕方ない。くっそ、なかなか手に入らないもんだな。ハーミットクラブは、普通のハーミットクラブか。よし、こちら完了。経験値、4500か。次に向かおう。おっと、レジェンダリーのデスクロー。まずヤグラ倒してと。これクリア。あれ、レジェンダリー2つあった今。ハーミットクラブ、こいつは普通だな。さあ、経験値3800。さあ、肉をガンガン加えていく。肉が汗をかいてきた。この汗という表現いいよな。肉が多すぎる。これじゃダメだ。もっと肉を。肉を集めさせてくれ。よし。イベント完了。さらに T51B、右足。これで出るかな？お願いします。本日これで最後ですが。アイテム報酬。なにー？違うアイテムが出た。プラスチックのフルーツ花なり？これはキャンプアイテムですね。まあ新しいアイテムだと思いますが、それでは本日はこの辺で一回終了したいと思います。まあ今回はミートウィークに参戦してペッパーシェイカーの設計図を狙っていましたが、まあ3回参加して出ませんでしたね。残念。まああとはね、動画外で1時間ごとにアクセスして何としてもね入手したいところです。ちなみに今回のイベント期間中にペッパーシェイカーをね入手できなくても、まあもしかしたら今後ミネルヴァでね、販売される可能性ありますからね。まあ、なので、ダメな場合でも、まあ、そちらにね、期待しましょう。じゃ、というわけで、今回はここでということで、引き続き、次の動画でお会いしましょう。